東京中央病外科斉藤幸彦です。医師免許を取得してからは大学病院で、外科を中心として、学んできました。やはり大学病院に勤めている時から美容外科というものを志望しておりましたので、傷をきれいに治すということが中心としてやはり大事になってくるので、救急だったり形成外科だったりというところで、傷をきれいに治す豊富な知識と技術を学んできました。やっぱり皆さんのきれいになりたいとかかっこよくなりたいっていう、そういう期待に応えることができる、とても明るい希望に満ちた医療であると思いますので、僕はそういったところで、明るい医療を志して、皆さんの期待に応えていきたいというふうに思ったので、美容外科医を、目指しました。はい、目の下のクマ取りと二重整形になります。目の下のクマ取りに関しましては、症例数を非常に経験してきたということもあって、患者様の期待に応える、そういう施術をご提供できると思っております。で、糸リフトに関しても得意な施術の一つとしてはあるんですけれども、糸リフトに関しては小顔整形というものと、あと、アンチエイジングですね、その2つの、方向性が出せるものであって、自分でもとても変化を感じられる施術だったので、患者さんにもしっかり自分の経験をもとにお話しすることができるので、よりカウンセリングでは心がね、こもるというか力が入るところではあります。やはり患者様の一人一人のお悩みというのはね、様々だと思いますので、その思いに一つ一つしっかり、答えていって、話を聞かせていただいて、その思いを実現できるような最適な治療を提案できるように、日々、自己検査して技術を磨いて、常に、患者さんの思いに応えられて、そういうドクターでありたいと思っております。記憶に残るのは、今日当日やるかどうかっていうのを迷っていらっしゃって、次回にしようかな、どうしようかなという感じで迷っている方がいらっしゃったので、二重整形に関しては大きくダウンタイムが出るものではないので、その日やっていても大丈夫ですよみたいな、そういった感じで話をさせていただいて、術直後でも腫れがすごい少なくてやってよかったと喜んでいただけて、その方がね、また次鼻の整形をしに来てくれたというところで、その信頼関係を築けたことで、患者さんにまた新たな施術をご提案できたことがとても嬉しかったです。カウンセリングから施術、アフターフォローまで患者様にご安心いただける提案をさせていただきます。どんな小さなお悩みでもお伺いいたしますので、ぜひカウンセリングにお越しください。皆様とお会いできるのを楽しみにしております。